こうやってなんか道走ってるとね、結構こういう立ち寄りスポットがあるんですね、うん、いいですよね。あ、今はみ出し注意って出た出ましたね。白線を認識してました ね、ちゃんと認識してくれてるんだ。でちょっとそれがこうね寄っていったりすると、うんうん、ピピピピってちょうどこういい音ですよね。3、4回かピピピピ、うん、ちょっとこう、ね、あ気が引き締まるというか、うん、確かになんかびっくりするような嫌な音じゃないし、音じゃないですね、聞いててそこまで不快じゃないし、うん、でもちゃんとあれって気づかせてくれるところがいいですね、はい、特に一人で運転とかしてるとぼーっと しがちですからね。あね、結構疲れて、ね、帰ってきたりするとちょっとね危ないですもんね、うん、パートナーがいるみたいな感覚になりますね、これだと。そうですね、確かに車側が見守っててくれたり気づかせてくれたり、まあ、運転するのはドライバーですけど、やっぱりそういうサポート機能っていうか、はい、いいですね。そうですね。おー綺麗、なんか綺麗、キラキラ光ってますね海にねしっかり光が反射して、すごい、わーすごい、海がすっごい広く見える。本当ですね。やっぱりこの窓面積っていうか、あこのねパノラミックな感じがいいんでしょうね、これね。そうですよね、一面に見えてますもんね、うん、おわーすごい山道、ここザ山道ですね。ね、ここの傾斜何パーセントあるのっていうぐらいすごい傾斜、ねね、全然そんな感じさせない。こんな登りながら、しかもこの車ね結構私たち2人乗ってて荷物持つんで、はい、結構重いはずじゃない。重みありますよ ね、なのにスイスイなんかちゃんとタイヤが路面を捉えて滑らかに走っていく。やっぱ乗れるんですね。ねえ。でこうやってハンドル切ってもすごい自然に扱えちゃうから、なんか全然ストレスないですね。すごい。さっきの高速もそうでしたけど、すごい安定してるのが。そうそうそう。おお。こういう場所に来るとすごい生きてくる。むしろ楽しいですよ ね、こういう難しい道でも。しかもターボじゃないでしょこれ。あ、そっか、ね、忘れちゃうぐらい、忘れちゃうぐらい、ね、余裕があるパワーにもトルクがしっかり出てるし、楽々スイスイです ね。でも私この車に乗ってこういうカーブを走って思うのは、はい、タイヤの表面の感触をね、はい、ちょっとマニアックに言うと、はい、なんかすごい感じながらハンドルを切ったりアクセルを開けたりできるんですよ。つまりすごくその車と対話しながら走れる感じって、なんかそういうのってこういう AWD のモデルでね、はい、なんか確かにスポーティーなそういう四駆みたいなモデルだったらいいけど、はい、なんかこういう SUV の車でそういう感触が味わえるのってなんかすごくすごいなって。あ、そうなんですね。もうなんか楽しい、これこの車なんか小さく感じます、車が。あ、運転してると。そう、私はもう隣でこうゆったり乗ってるので大きく感じる普通こういう道結構不快になっちゃったり。いやもうするはずですね。そうです、力入ります、いろんなところに、ね、全然今でもなんか安心してね、うん、タイヤが路面捉えていくから不安がない、全然。でもこう変に力があーってかかるのがないですもんね。その車の傾き自体も上手に抑えられてるし、あとやっぱりね、タイヤが本当路面捉えてるから、そういうところ大事なんですね。ねー、ちゃんと走ってくんですよ、これ。いや、楽しいですね運転してみたくなっちゃう。なりますしたいですね。絶対これ楽しいと思う。中川さんだったら XV とフォレスター、はい、どっちが好き？悩みますねどっち？でもやっぱ XV のデザインに惹かれますね。うん、
それは自分が乗るなら、自分が乗るなら、うん、っていうところです、やっぱり、うん、まあ、サイズ感もあるし、うん、でもこのフォレスター今乗ってるから捨てがたいんですけどね。だからそういう意味ではなんか男の人に運転してもらって、あ、それならなんか理想の男性像に感じもするし、そうですね、ハマりますね。ね、いいかも。なんかいろんなとこ連れてってくれそうだから、なんかいいかも。そうですね、確かに、ね、スムーズに走ってます。すごい気持ちいい。森の牧場キャンプ場にやってきました。到着しました ね。いや本当ここは素敵な芝生の丘になってるんですけど、うん、まあ、本当に、ね、美しい場所なんですが、まあ、こういった場所にも本当に心配せずに入ってこれちゃう。そうでした ね。もうふらつくこともなく安定した走りだったので、私ずっと今日一日リラックスしながらドライブ楽しませてもらいました。最近 SUV っていうと本当にいろんなモデルがあって、特にクロスオーバー SUV っていろいろあったんですが、はい、まあ、2台乗られてどうでした？いや、それぞれの共通した魅力とまた XV とフォレスターの違った魅力が実際肌で感じることができて、あの SUV が人気な理由が分かった気がしました。そうですよね、まあ、一言に SUV って言っても本当にいろんな魅力あふれるモデルがあるので、本当にオフロードも走れてしまう SUV ながら快適に乗れるフォレスターもあり、そして XV のように都会派で本当におしゃれに乗りこなせる、本当に現代のそのニーズに合わせて進化したこういったスバルの SUV たち、本当に魅力的なモデルたくさんありますので、皆さんもご自分のライフスタイルに合わせたものをしっかりと見極めて選んでいただきたいなというふうに思いますね。そうですね。そして最後に、はい、ずっと旅の途中撮影してきた写真なんですけど、ついに最後の1枚チェックインしたので、はい、スクラップブックが完成しました。いい出来ですよね。あ、本当だ。こんな風になるんだ。すごい可愛いですよね。ね、じゃあこれはまた思い出が一つ増えたということで、今日はドライブどうもありがとうございました。